ウィーバー。タクちゃん、タクちゃん、うん、よく食うね、うんうん、あのタクチャンネル開設してもう4ヶ月が経ちました、うんうん、はい、うんうん、これお店の、うん、ちみちゃんがですね、ちみちゃんが、はい、ちみちゃんが、はい、お前が触るんじゃないよ、2人分だわ、うん、で、で今日ね、うん、そのタクチャンネルのコメント欄、はい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 、僕コメント欄毎日読んでるんですね、うん、でそのコメント欄で多い質問を、うん、タクちゃんにするという、うん、第2弾でございます、うん、ありがとうございます、はい、でこの第2弾にしたい質問がですね、うん、よく、うん、現代忍者坂口拓忍忍ってやってますよ、うんうんうん、で忍者の忍びの里では古代忍者拓ですってやってるよ、あの逆だけどね、あんた古代忍者坂口拓だし、古代忍者現代忍者拓でしょ、設定がよくわからん、いやいやもうあんたやってるのにわからないのが一番ダメだよで、の他の人がわからない、ない、あんたがわからないけど、俺もよくわかってないんだよね、うん、で、その現代忍者と古代忍者、うん、何っていう質問が一番多い、あ、そうコメント欄に、うん、で、その現代忍者と古代忍者の違いを今からちょっと語ってもらおうかなと思って、うん、カメラを、なるほどね、していただきます、それはもうね、単純、単純、単純明快、はい、あ、古代忍者っていうのは坂口拓っていう人がやってるのね、はい、わかる、はい、まあ、わかるね、はいはいはい、で要は何をやってるかっていうと、はい、忍者衣装、昔誰もが知ってるような忍者衣装、はい、ね、着て、うん、あの昔の武器を使ってる、はいはいはい、ね、それが古代忍者、古代忍者、はい、つまり、手裏剣や、はい、吹き矢や、はい、ね、あのよ手裏剣やったら十字手裏剣とか、はいはい、そういうのも使ってるでしょ、ってます、ね、うん、はい、つまりその昔のみんながイメージする、うん、知ってる、知ってるあの忍者だよね、ジャパニーズ忍者、もう逆に言うともう、はい、ビジネス忍者だよ、はあはあはあ、あ、例えばさ普通の服着て忍者ですって言っても信用しないじゃん、しないしないしない、うん、ね、つまりビジネス忍者ですね、なるほど、あの坂口拓っていう男は、なるほどなるほど、うん、ああいう、まあだってあんな本当にさ忍者がさ、はい、あんな黒装束着てたかったら実は違うから、はい、あの農民の格好とかしてた、お、要は忍びっていうのは忍ぶものだから、はいはいはい、だからあんな格好しないわけよ、なるほど、バレちゃいますね、バレちゃうから、うんうん、だからあれはなんであれをしてるかっていうのは単純なの、うん、はい、なんですか、コスプレだよね、みんなが分かりやすいコスプレだよね、あ、じゃあ、 あのよくあの部族とかに会いに行くって言って、うん、部族の衣装を着てるけども実際お客さん来たら裸になる、あ、それと一緒、はいはい、なるほど、そういうことね、そういうこと、あ、それは分かりやすい、分かりやすい、それが古代忍者、古代忍者、でも実際にあの二丁釜なんかも、うん、要は農夫が化けてたんでしょ、そうだよ、農夫が要は化けて、うん、敵が、うん、敵とかそのターゲットが近づいたらその二丁釜で襲うとか、そういうこと、そういうこと、それが古代忍者で、そうそうそう、じゃあそれを現代忍者に置き換えると、うん、どういうのが現代忍者っていうか、うん、だから、はい、現代忍者っていうのが、うん、タグだよね、はい、うん、だからは、はい、リボンで着てた戦闘服で、うんうん、住所のいくつかだけがね、やっぱナイフが入らないようにできてる現代服なんだよね、あの黒とあの地味なコスチュームですよね、いつも着られている、そうそうそう、ダックチャンネルのずっと着てるやつですね、うん、着てるやつね、はいはいはい、で、うん、あの結局あの現代忍者はじゃあ手裏剣は何かって言ったら、うん、ハサミだったり、はい、このフォークだって手裏剣のか、手裏剣になるわけ、なるほどなるほど、つまり現代忍者は現代のものを手裏剣にしたり、うん、吹き矢にしたり、はい、で100円ショップにある、つまりタクチャンネルでやってる原点がそうだよね、はい、ああなるほどね、あのいろいろな武器を使って、日用品を使って、そうそうそう、はあはあはあ、うん、だって今やなんだろう、銃刀法もあるし、うんうんうん、ね、刀持ち歩くわけにいかないでしょ、はいはい、捕まりますもんね、そうそうそう、直接食らったら一発で当たるからね、そうそうそう、だ現代の忍者が使っていいもの、武器で、はい、うん、フルにそれを活用して倒すのは現代忍者ですね、で現代忍者っていうのは私しかいませんね、なるほど、はい、だんだんちょっとずつ分かってきました、だからあの、うん、くのいちとかっていうのは、うん、昔で言うくのいちは現代で言う、うん、あれと一緒ですよね、要は何ですか、何でしたっけ、騙したりする女性を何て言うんでしたっけ、ハニートラップっていう、ハニートラップですね、あれもくのいちですよね、現代で、もちろんもちろん、なるほど、もちろんちょっと分かってきましたよ、うん、ハニートラップにかかってる人多いよね、はいはい、あれはじゃあ現代忍者なわけですね、現代くのいちってわけですね、本来はね、なるほど、いやいや、はい、いいんだいいんだ、いやいやいや、美味しそうなのかもしれんけど、もうちょっと待ってよ、もうちょっともうちょっと食べてみるね、うん、美味しいかどうか一回だけ食べさせて、いやいや、くのいちの話は、いや、くのいち、うん、うん、うん、はい、くのいちっていうのは、はい、そういう人たちなんだけど、はい、でも、いないけどね、いないんですか、いないいないいない、はい、でも実際に僕らファンタジーの世界、その古代忍者の世界ではくのいちっているじゃないですか、うん、
うん、いる。だけど今の現代にはいない。つまり現代忍者っていうのは基本的に俺しかいないってことよ。エクノイチはじゃあ現代には潜んでいない。潜んでいない。だから忍者ではない。なるほどね。反、うん、社会勢力。はいはいはい。それをじゃあ忍者、じゃあ忍者って悪いんですか？忍者悪く。僕はてっきりスパイ機関かなんかの。悪くか悪くないかは、はい、それは上の人次第なのよ。あ、それはそうでしょ。ミッションを答えていくのがただ忍者なだけじゃなくて、忍者とは基本的に使いっ走りなのよ。はははは、うん、そういうこと。なるほど。だからこの来たミッションを、うん、まあこの暗殺指令が来たらそれを確実にこなすのが現代でいう忍者、うん、そうそうそう。だから要は殺し屋ってことですか？いや、まあ殺し屋の方も忍者に、はい、大まけに言えばそうなんじゃない。なの、まあ、それをコミカルに面白くして、はい、ちゃんと忍者と歌ってるっていうので言うと自分しかいないわけじゃん。なるほどなるほど。あとはあの人たちはみんなね、あの YouTube なんかやらないんだから。じゃあああいうコスチュームとか着てるのは、うん、古代忍者はあれはコスプレで、そうそうそう、で現代の忍者っていうのは日用品で戦って、そうそうそう、まあ、もうミッションが来たら、うん、毒殺もやるしね、はあ、身のあるもので相手を倒すっていう、映画の世界ですよね。映画の世界の話だからね、ごめんね、映画の世界の話ではすごく流行ってた、ね、なるほどね、うん、だからその戦ってってことはないの、はい、前回あの説明したよね、あの格闘と戦闘機と戦闘機が、ね、はい、違う、それはそうだ、格闘術と戦闘機、ね、そうそうそう、毒殺だってあるんだから、うちらは。なるほど、ね、ルールはない、ルールなんかないんだからって話だ、相手を止めるためにはルールなんかない、そういうこと。で、この別に、うん、あの忍者の服装をしてるわけでもなく、それは古代忍者の、要は忍者ハットリコの世界ってことですよね。そうそうそう、みんなが分かりやすくやるためにこう頑張ってるってことよ、うん、現代忍者はもう本当にあのリアルそのものっていうことで、うん、よろしいですか？その通りです。なるほど。本日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらカメラに向かって、はい、あれを言ってください。はい、高評価ボタンよろしく。あとツイッター、インスタもフォローしてくださいね。チャンネル登録よろしく。ウィーバー。